朝のルチン心理学、今朝もね曇り、どうなんでしょうかね。今日も暑くなるのかな。昨日に続いてね、裏にはこんな感じでね、このね棒菓子ツンツン上に出てたやつをねここで平らに切った。その五葉松のこの高さ、まあ五葉松も後でまあ切るんだけどもね、もうちょっとね冬の正月前にね古葉取りも含めて切って、この高さでずっと、頭を揃えて平らにすると、まあ要するにこの幅だけね目隠しとして残して、枝をね葉っぱをね、これ常緑なんでね、でその上を切っちゃうと、これがね剪定した枝、こっちのねこれ何だったっけ、ネズミ餅だったっけ、袖をね確かのもね多少切って、要するにこの黒、五葉松の高さを出すためにちょっとねここ手前だけ切って、でそれに合わせてこっちも切ると、かなりねこんだけ切ったのよね。これは足の踏み場にしてね、こっちはもう切ってあるんでね、こんな感じですっきりね、家にも当たらないようにね。で、こんな感じでね隣の家にも入らないようにすっきり、ああだいぶすっきりした。本当にビワはね本当に切るのは簡単なんで、こういうところでねブチって切っちゃえばもうだいぶすっきりしちゃうんで、まああとでいつでもね切れるし、こっちもねだいぶすっきりね、みょうが畑、こういうねすっきりした庭というのもいいんだけどね。だからあとこっちね、こっちもこの高さに合わせてもうバッツリと切り落とすと、そうするとすべてね平らになってすっきりすると、空が見えてね。で、まあこれぐらいの高さがあればそんな空っ風もね、北西の風もそんなにまあ一応ね抑えられると。これもね今スルメモドキ、これをねこれがだいぶ上まで上がってったんで、これをちょっと今引きずり下ろしてね、見てるんだけどもね、ずーっと屋根の方に上がっちゃうんだよね、どん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 で、ね、これもまあ、これも落葉なんでね、これもまあ今まあ結実してね、これつるめもどきの芽株なんでね、これが実ね、つるめもどきの実、これが榊の実、これ榊の実、俺もそうね榊の実、
で、これがツルメモドキ。今赤くなってね、弾けると思うんだけどね。だからツルメモドキの実が赤くなって弾けたら、そしたら剪定をねしていこうかといったところで、今朝も庭は気持ちいい。